キリンラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン火の鳥。原作手塚治虫、脚色藤川圭介、出演久米明、京田久子、田口圭、その他の皆さんです。騎馬軍団の兵士がうずめの部屋へなだれ込んできたとき、彼女は化粧を済ませていた。なんだお前は。私踊り子よ。何、踊り子だと。うずめは二目と見られぬ無様な女に変貌していたのであった。こうして末路の国が滅んでいこうとしているとき、邪馬台国の宮殿では女王卑弥呼が何かに疲れたように怪しげに踊り、占い場では女官長の伊予が亀の甲を焼いて二人の男をさばいていた。もう一度占いを。もう一度占いをか。繰り返せば占いではなくなる。人々の中に占いやまじないを疑う気持ちが広がっている証拠だ。私は今の二人の男をよく知っている。罪のない者が引っ立てられ、罪ある者が大手を振って出ていった。いいよ、あんたの占いは間違っている。お下がり。いいよ、いいよはまだ十分な修行を積んでいません。間違うこともないとは言えぬ。だがスサノ、お前がそれを口にしては国は治まるまい。この邪馬台が姉さんのまじないの力だけに頼っていては、いつかは国の力も衰える。何を言う。私が若く美しくある限り、国の行く末を案ずることなどない。そうか、お前は私に代わって邪馬台の王になりたいんだね。とんでもない。私の気持ちなど誰にも分かるものか。年を取る、私は年を取る。腹が立つ。私は邪馬台の女王卑弥呼。いつまでも若く、いつまでも美しくなければならぬ。姉さん、火の鳥はどうしたのです。火の鳥は息地を飲めば不老不死の体になれるという火の鳥の噂を聞いてからもう何年になると思う。私はこの目で火の鳥を見ました。なぜその時射止めなかったのじゃ。トンビやカラスをいるのとはわけが違う。火の鳥は人の言葉を理解し、心を通わせれば知恵をも語るが、怒れば相手を焼き殺すと言われております。しかしご安心ください。姉さん、とにかくこのスサノオに任せてください。その頃、クマソの国でも病人を治すために火の鳥を捕まえに出かけていった者がいた。ウラジが出かけていってもう7日になる。何をしとるんじゃ。もし火の鳥の生き血が飲めなければヒナクは死ぬだろう。いやだ、姉さん死んじゃいけない。ウラジに火の鳥が射止められるかどうか。兄さんは弓の名人だ。しかし簡単に仕留められるものなら今まで誰かが仕留めておるわ。どこどこどこ、やれやれ。いやー、
とう見つけただ、火の鳥を。病人の夫、浦路は、火の山の河口近くに身構えていた。火の山が火を吹くとき、必ず火の鳥が現れるという、釜虫の言葉は本当だった。ああ、これで女房が助けられる。遥か彼方の噴煙の一部がぼーっと光り始めた。浦路は、手で目を覆いながら光に近づいていった。すぐだ、奴の動きが止まった。浦路は、弓に矢をつがえて放った。お、生きた。ダメだ。尋常の弓や槍ではびくともしない。俺の手は素手で生け捕りにしてやるぞ。浦路は弓矢を捨てると工房に向かって走り、わけのわからぬ雄たけびを上げてその中心へ身を投げかけていった。浦路は火に包まれて空中から落下していった。同じ頃、熊襲の国の海岸へ流れ着いた一人の男がいた。それは一体誰なのか。それはまた明日。一番行きたいところはアフリカのケニア。会いたいのはターザンとチータ。キリンレモン飲ませてあげたらどんな顔するかな。ただいま撮影進行中の東宝映画火の鳥の声の主役を募集しています。資格は女性なら天、プロ、次戦、他戦を問いません。次のセリフと同じものをあなたの声でカセットテープに録音して送ってください。最優秀賞1名は映画火の鳥の出演および賞金30万円、副賞キリンレモン1年分、準優秀賞3名の方にそれぞれ10万円、副賞キリンレモン4ヶ月分、締め切りは6月15日までに到着のもの。宛先は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場火の鳥の係。あなたの住所、氏名、年齢、職業、そして電話番号を必ずお書きになってください。さて、今日のセリフの声は半恵子さんです。人間は虫よりも鳥よりも犬や猫や猿よりも長生きです。生きるの、どんなことがあっても生き延びるの。あなたは今生きているんだもの。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。